世界遺産平城宮跡。暑さも少し和らいだ夕暮れ時、人が集まってきました。見上げる先には、あ、来た、来た、来た、大群の鳥、ツバメです。徐々に数を増やし、やがて茜色の空を覆い尽くします。その数は6万羽にも上ります。ツバメは子育てが終わるこの時期になると、吉野茂る河川敷や湿地などのねぐらに集まり、夜を過ごす習性があります。もうすごい感動的です。こんなにたくさんの一気にこう飛び交うのがすごいなと思って。不思議ですね、自然って。ここだったらめっちゃ近くで見える。夏の間、ねぐらで羽を休めたツバメたちは、10月初旬、冬を越すために南の空へと旅立っていきます。スクープや走るで、ニュースランナー。